日本大阪府高槻市ベニタケ町ベニタケ町は大阪府高槻市北部の地名。郵便番号は郵便番号569-1109。人口は0人。全域が高槻市の北部に位置する。ベニタケ町の区域は狭く、そのほとんどがベニタケ山であり、弥生時代の居住跡が認められるほか、ベニタケ山の西の一角に高槻市立。 第8中学校、東の一角に安万共同墓地が位置する。また、南東部から北西部に向けて、名神高速道路が地区内を貫通しており、東部を大阪府道79号線が通る。北部から東側にかけて日の清川が流れ、なりい南の町、安万御所の町,の町の境界となっている。西、南側は別所本町と接する。 名神高速道路によって隔てられたベニタケ町の北部には石材店の泡中兵がある。ベニタケ町一帯に弥生時代後期の居住跡が発見されたほか、高槻市立第8中学校内に石室が保存されている。1890年より岩手村に属す。現在の町名は地区内のベニタケ山に由来する。1968年。 大技安万と大技別所から分離して設置。1971年には高槻市立第8中学校が開校。公立小中学校に進学する場合、小学校は全域が高槻市立岩手小学校の中学校は全域が高槻市立第8中学校の校区に指定されている。ありがとうございます。